Previously on Yakuza 6. どうかそのままで。え？桐生一馬を、カムロ町での暴行傷害、並びに器物破損の容疑で逮捕します。元東城会会長、桐生一馬容疑者を、事件の首謀者として逮捕しました。今回の桐生の逮捕、あれは警視庁のメンツをたどるためのパフォーマンスだ。芸能界に入っておじさんのことを家族と呼べないのが辛かった。うん。芸能界に入ったことを後悔してるんじゃないの、その逆だよ。おじさんを家族って呼べなかったあの時間があったから。おじさん、私、どうしたらいいのかな。やっぱりここに帰ってきちゃいけなかったんだ、私。だから俺が必ず遥を探し出してこの家に連れて帰る。ん？この子が遥の？まさか。いや、まさかじゃない。名前はハルトだ。あれ、つまりこの子は遥の子だ。まさか、そんな。名字が同じってだけじゃない。自分の体を張って守ったんだ。それは自分の子だからこそ。遥の携帯に入ってた写真のデータだ。事故で壊れてた携帯から復元できたのはこの一枚だけだった。どこで撮った写真だ。この背景からじゃ分からねえな。いや、この画像データから GPS の位置情報が取れた。今時はそこから撮影場所の緯度と経度が分かる。この写真の撮影場所はな、広島だ。今度こそ白黒つけちゃるけえの。おう、早ついてこい。何すかしとんじゃ。うっ、いい加減にしやがれ。俺にはもう時間がねえんだ。おう、南雲、探しとったで。キリュウの兄貴、どうかこれからわしに兄貴と呼ばせてつかんさい。いや、おい、ちょっと待て。待たんです。わしは兄貴についていきますけ。どうかよろしく頼みます。勝手にしろ兄貴。
さあどうぞ兄貴。な、え、ちょっと頭、そいつバカだれ。そいつとは何じゃ。わしの兄貴じゃ。これからは桐生の兄貴と呼べや。は？こちらはわしの兄貴で桐生さんじゃ。お前もよう顔を覚えとけ。もうええわ、わしらだけで行きますけん。ユータ行くぞ。わかった。ったくすんません兄貴、あいつら礼儀っちゅうもんを知らんけ。本当にほっといていいのか。おのおミシオラ。And now the continuation. あんたほんまにブサイクじゃの。やめてって。じゃけど父はなかなかのもんじゃ。いいよ。どう、うちはそんなんじゃ。脱げやの。こんげけ、客に向かってよう手出したもんじゃの。おお、オドラみたいなチンピラ、なんぼでも海に沈めじゃる。うっせ、お前らいい加減にしろ。そん口の聞き方は何じゃ。おう、何じゃい。本店は今取り込み中じゃけ帰れ。回り右じゃ。おお、お、何じゃ悪い。お前らと同じこの店の客だ。はあ、俺もせっかく楽しもうと思ってきたんだ。もう少し行儀よくしてもらえねえか。おっさん、よそもんじゃろ。なあも知らんのに格好つけてからに。わしらの行儀がなんじゃい。はあ、またあのおっさん。あれ、さっき頭が兄貴とか言うとった。おう、このおっさんがわしらに行儀を教えてくれるらしいで。ほいじゃが、その前にこの町の流儀を教えちゃろうかいの。離れてろ、もう大丈夫だ。よっしゃ、やったれ。Oh!
なんじゃあの人は。いやー、さすが桐生の兄貴じゃ。お見事、大統領じゃ。ずいぶんのんびり来やがったな、南雲。わしが仇の客殴るわけにはいかんですけ。堪忍して使うさい。おう松永、お前大丈夫か。いや心配したんで。よかったの、荒くれどもは桐生の兄貴が追っ払ってくれたんじゃ。よう礼を言うとけ。桐生、踊れ、夜勤時の。ああ、もうええ松永。今人はわしの兄貴になったんじゃ。組の事務所にも出入りするけ、お前らもこれからはそのつもりでいろやな。何言うとるんですか頭。そがーな話ないでしょ。勝手に何やっとるんですか。バカだれ、昨日の敵は今日の兄貴じゃ。機嫌ようせえ。それともわしの言うことが危険ちゅうんか。おいじゃったらわしらの立場どうなるんの。昼間頭がこいつに喧嘩ふっかけたのに突き押されたんで、それを組の頭にコロコロ態度変えられちゃわしらついていけんでしょうが。この恩知らずが、誰が今お前を助けてくれたと思うとるんじゃ。桐生の兄貴がおらんかったら踊れらどがーな目に遭うとったかわからんで。お、ここはわしの店ですけ、余計な口挟まんで使うさ。なんがわしの店じゃ。わしが踊れに任せてやっとるだけじゃろうが。それにの、さっきの客の中に造船所のもんもおったろ。あいつらに手出すのはご法度じゃ言うとろうが。連中がその気になったらわしらの組あっちゅう間に潰されるぞ。あ、それでおやっさんに顔向けできるんか。あの頭。あ、ちょっと兄貴、どこ行かれるんで。紹介がまだ済んどりませんが。スナック清美に子供を預けたきりなんでな。悪いが、もう行かせてもらう。ああ、じゃったらまた明日事務所に顔を出して使わさい。いつまでも待っとりますけ、兄貴の都合のええ時に。ああ、そうだな。兄貴、お疲れした。どうか気ぃつけて。情けねえな。まったくじゃ。キリュウさん、大丈夫だったの？南雲くんは？あいつも大丈夫だ。遅くなって心配かけた。それならいいんだけど、もう帰ってこないんじゃないかって。悪かった。あれから何があったの？え、それじゃキリュウさん、広瀬一家の組員に？なんでそういう話になるんだ。違う、そうじゃない。ただ組の食客に招かれたってだけだ。組に入ったわけじゃない。うん、正直違いがよくわからないけど、でもとにかく南雲くんとは仲良くなったのね。よかったとは思うけど、あの人あんなに桐生さんのことを目の敵にしてたのに。そうだな。明日また広瀬一家の事務所に顔を出すつもりだ。今日はいろいろあって、連中に遥かや春人の父親のことを聞けなかった。あ、じゃあそれを聞くために
広瀬一家へ。そういうつもりじゃなかったんだが、まあ成り行きでな。それじゃまた来る。ええ、いつでも。兄貴、ご苦労様です。お疲れ様です。うっす。どうも。なんじゃ踊れら、ふぬけた挨拶しよって。それより前から気になってたんすけど、その赤ん坊は？言っとくが、俺の子じゃない。それに孫でもない。じゃったらどこぞからさらってきた。なわけあるかボケ。お前は兄貴を何じゃ思とるんじゃ。いや、それについちゃ違うとも言い切れねえか。は？この子はハルトってんだが、父親を探してる。俺がこの町に来たのはそのためだ。どういうことすか？もうその前にどうぞ兄貴、おかけになってつかせ。ハルトの母親だ。撮影されたのはこのスナック街だったらしい。この人が知ってるか。頭、俺にも。いや思っとったより偉い若いけ、面食らってしもたわい。まだ女子高生くらいじゃろ。もうそうじゃろ。本当に。ほいじゃが、わしら見たことないですわ。こんな美人近くにおったら忘れるはずないですけ。名前は沢村遥。芸能界に入ってしばらくテレビにも出ていた。道理で可愛いと思いましたよ。それでも見たことはないか。そうだ、俺ちょっとおやすさんに用事頼まれてて。すいません、これで失礼します。なんじゃい、おやすさんの用事って。いや、なんだったっけ。歩きながら思い出しますんで。松永の兄貴、わしらもモレノの後片付けせないかんですけ。そろそろ。おう、そうじゃの。いや、すいません、わしらもう行きますわ。松永の兄貴、行きましょう。いや、なんちゅうか、うちは小さい組ですき、みんな忙しちゅうて。そうみてえだな。今日は親分いねえのか。親さん、どうですかの。
あん人はいつの間にか裏口で出入りしてますけ。わし、ちょっと見てきますか。いや、いいさ。だが、いるなら帰る前に挨拶しとこうと思ってな。ほうですか。東京の客人かい？ええ、お邪魔してます。入んなよ。ん？うん、なんだそりゃ。おい、ハルト。あ、いいよいいよ。それよりどう？うちの方で何か不自由させないかい？おかげさまで大丈夫です。うん、あ、そう。南雲にあんたの懐み聞いたけどさ、えらく世話かけたみたいだね。それでかどうか、昨日あんたにやられた例の松田組、あんたのことを調べ回ってるってよ。そうですか。でも俺は堅気の人間です。こちらにご迷惑はかけないようにします。南雲はその迷惑をかぶるつもりであんたを食客に招いてんだ。あれで一応その辺は腹くくってんだろう。ジジイの膝の上が気に入ったか？え？すみません。ほら、パパのとこ帰んな。それじゃあ、俺はこれで。もう行くのか。また顔見せに来てよ。俺ずっと入院してて、暇すぎて抜けてきてんだ。保険金生活も楽じゃないんだよ。また寄らせていただきます。失礼します。親分。兄貴、もうお帰りで。ああ、邪魔したな。またこれから坊ちゃんの父親を探しに行くんですか？そのことは一旦忘れてくれていい。え、あれ？いや、なんでまた？いいんだ、それじゃ。あ、キリュウさん、ちょっと。ん？うちの店の近くに昨夜の舛添って組の人たちがうろついてる。桐生さんのことを探してるみたい。わざわざ知らせに来てくれたのか。当たり前でしょ。赤ん坊連れてる時に絡んでこられたら大変よ。確かにな。ここで立ち話してると見つかるかもしれないから。さあ、こっち。坂の途中に龍南神社って静かなところがあるから、とりあえずそこへ。
おう、アレミ、ガキを抱えとる男じゃ。キリさん、あの人たち。俺に何か用か。何寝ぼけたこと言うとるんじゃ。昨夜何やらかしたかもう忘れたんか。面かしてもらうと。じゃがその前にちーと痛い思いしてもらうけ。下手に抵抗せん方が長引かんで。ママ、ハルトを頼めるか。さ、ハルト君、こっち。このおっさん、ただものじゃないけの。殺す気でやったらや。キリュウさん、大丈夫だった？ああ、ハルトは無事か？ええ、大丈夫。すまないな。今のうちに先を急ぎましょう。キリュウさん、こっち。龍南神社、ここか。少し休憩。でも桐生さん、こんなことになって春人君のパンを見つける前に舛添組に捕まったら。まったくな。最初に南雲たちと関わったのが運の尽きだ。だが連中と話して分かったこともある。はるかはやっぱりこの町にいたみたいだ。え？どういうこと？広瀬一家の連中は遥のことを知っている。少なくとも写真を見せた時、顔は見たことがあるって反応だった。ただそのことを俺に言えない事情があるらしいな。遥ちゃんって芸能人だったんですよね。だからみんな顔を知ってたんじゃ。いや、それだけのことなら俺に遥のことを隠す理由がない。広瀬一家の連中はこの町で遥と何か関わってたと考えるのが自然だ。俺も人のことは言えねえが、あいつらも相当不器用らしい。遥のことを隠そうとしているのがはっきり顔に出ていた。
それでも俺は不思議と悪い気がしねえし、無理に聞き出そうとも思わねえ。連中が言い出すまで待つつもりだ。それでいいんですか、桐生さんは。俺はあいつらが嫌いじゃない。え、これからモレノに顔を出してみる。モレノって広瀬一家の。ああ、松永って男がやってる。今一家の連中が何人かいるはずだ。それで悪いんだが、またハルトのこと少し預かっててもらえねえか。スナック街で舛添組に絡まれると厄介なんでな。そんなことなら遠慮なく言って。ハルト君ならいつでも大歓迎。夜になったらアパートに連れて帰ってあげる。すまないな。うん、じゃあまた後で。